です、うん、猫生みたい、ね、子供でしょ多分。希望を見つけるとさ喜んじゃうんだよね。ね、海宝さんこんばんは。はいはい、こんばんは。さん、ワドツです。はい、ワドツ。口コミ見てみよう。よいこさん、かずみちちゃんども、海宝さん、キツネはたまにああいうのがおるからうざいね。うざいね、うん。ようこさんいらっしゃい。ミミさん、キツネだから好きじゃない。うん。あちゃんさん、バカの一つ覚えみたいにうるさかったわら。うるさいね、迷惑だよね、本当に。子供なんでしょ、多分。高丸さん、彼女と一緒に放送ですか？うん。
モンさん、和戸さん、喉に生えてる毛を生やしたことありますか？ないね。ここ生やすとどうなるんだろうね。ここまで喉仏まで生えてるんだよね。ないね。どうこうなるのかな。どうなるんだろうね。ここまで生えてんだよね。ここまでこうなるのかな。クモモンさん見てみたいけど WW 試してみる。2ヶ月ぐらい生やしてみる。ここまで真っ黒になるよ。やってみる。いいよ。あちゃんさん、サンタさんみたいになりそうわら。いや、サンタはここに今生えてるのを伸ばすとサンタになるんだよ。ビンラディンっていうか、ここだよ。ここまで生えてんだよ。のんちゃんがいいって言うならやってほしい。ダブル、のんちゃん、んここの方、うん、首俺 ひげ生えてんじゃん、ここまで、うん、これを伸ばしたらどうなるのか見てみたいって。確かにここまで生えてる人ってあんまいないよね。そっか。うん、のぞぼとけまでだよ。これが伸びたらこうなるのかな。胸毛までさ、つながっちゃうんじゃない。つながるのかな。あちゃんさん、12月だからちょうどいいかもわら、うん、サンタさんになる。やってみる。いいよ。ダメだったらそれやいいんだもんね。2ヶ月ぐらいやってみる。海宝さん、いいね、見てみたい。うん、どうなるんだろうね。確かに。クモモンさん、W 黒サンタでもいいよ。やってみようか。A ちゃんっていう韓国のね、うん、YouTuber。 韓国の YouTuber 見てんな、うん、でもこの人日本語ペラペラだから、うん、これアトピーでも使える。へえ、この人アトピあちゃんさんで、えちゃん見てるんだ、いいよね、私もたまに見てるよ。えちゃん見てるんだ。セフゾーさんはかっこいい。わかるよ。ハンターハンター文字の量が多いな。絵が雑。いや、めちゃめちゃうまいよ。絵雑じゃないよ。ほんちゃん、じゃ昔は絵が雑だった。めちゃくちゃうまいよ、トガシは。え、でもこれは雑な方じゃん。雑。うまい時はさ、綺麗だけど。いや、違うね。デフォルメなんだよな、このうまさは。
あのね、これはね漫画特有の技術だからね、うん、デフォルメを雑というのかな、どうなんだろうな、うん、なんかねでもね難しいんだよ漫画って、うん、雑、いやこれは雑とは言わないな、デフォルメでもないし、なんだろう、特殊なんだよね富樫って、なんとも言えない、でもねちょっと下手っていうかね、なんかね漫画って漫画論していい、あのね上手くなって下手になる人っているの、小田栄一郎とか典型的にそうで、例えば小田さんっていうかね、最近の漫画の傾向、文字がこうなってるの、これって俺ダメなことだと思ってるのね、漫画界において。あのね一巻ワンピースの一巻読むと分かるんだけど、要はね鳥山明がこれうまかったの、あその文字の量とカットとほらその情報のさ、なんて言えばいいのかな、説明しすぎちゃう、説明しすぎなんだよね、期間を見せてるじゃん見どころを、だからこういうのすごく大事なんだけど、もうごちゃ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 してるでしょ、でねこのね漫画ってコマの動きがあるの、それがねどん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 狂っていってるんだよね、あのねなんだこれは時代なのかな、時代なんだろう、だからこれがね現代でもうまいのはね誰だろう、現代の作家で、まあ俺はねそのハンターハンター、この人は現代の漫画家の中でストーリー、画力、あとその漫画のそのルールっていうのかな、こういう見せ方とかが一番うまいのは多分この人だと思う、現代描いてる人の中では。だけどねちょっとね富樫さんはね、まあいいよ頭があれだから、頭があれだからって、この人はこの人ね頭があれなんじゃなくてね、お金が儲かったらアイドルとかゲームとかに時間をつぎ込んでね、お金がなくなったら漫画描くっていうスタイルだから、ただ単にいや天才だよこの人このパジャマあれだよ、リスナーさんからの贈り物だよ、ギフト、ギフト、欲しいものリスト見てください、お願い、化粧品が欲しいんでしょう。こじきになったのんちゃんがだってグーダル欲しい、えグーダル、グーダル、うん、なんか化粧品が欲しいんだって、グーダル、うん、化粧品が、無言アイテムなし配信の意味ある、なんか勘違いしてないかな、配信ってもともとさあのなんだろう、配信っていうのはやりたいからやるんだよ、じゃ美白したい、のんちゃん肌白いよ、夏太陽に当たっちゃったから焼けちゃったの、いいんだよ、いや、うん、漫画家ではないですね、富樫は悠々白書が、悠々白書の最後のページやばいね、最終巻の最後のページはやばいと思った、あとやっぱトグロ編あたりがやっぱやばいよね、漫画みたいでしょのんちゃん、あちゃんさんにゃんにゃんしてるわら、僕ダメ人間さんよはどうわら、いちごなんだね、いちご、
あでも生地しっかりしてるね、うん、もっとテロテロかと思ったら作りいいじゃん、うん、着やすい、うん、着やすい、よかった。古い雑巾みたいなのもう捨てな、あれ飲んじゃ僕だの人間さん、セクロスダイ捨てないと。あのね、男と女がね映ってたらね、すぐセックスだのね言い出すリスナーは俺童貞だと思ってるから、超痛いやつだよね。同級生とかもそうじゃなかった？なんか彼女ができたらセックスしてるのとか聞くやつって童貞だったでしょ。だからね、あのそれ自分が童貞ですって言ってるようなもんだから、あのやめた方がいいよ。本人だけ気づいてないの。本人だけ自分が童貞だっていう発言をしてることに気づいてないっていう、めちゃめちゃ恥ずかしい状態だよ。超痛いやつだね。僕童貞でーすって叫んでるのと一緒だから。童貞でしょ、絶対童貞なんだけど、うん、童貞でしょ。僕は童貞でーすって言ってんのと一緒だよそれ。だってセックスデイって聞いてることってことはさ、秘密なんだ。堅くなにそこだけは守るな。もうバレてるのに、バレてるよ、もうみんなわかってるよ。なんか堅くなにそこだけ秘密だって言い張るんだよ。秘密でもなんでもないよ、童貞だよ。いやずっとね、何回もね童貞なの暴いてるんだけど、もうだって童貞としか思えない発言ばっかりなんだもん。童貞特有の気持ち悪さがあるんだよね。僕だめ人間さん、じゃあ言う必要ないじゃんわら。え？いや童貞特有の気持ち悪いコメントなんだよ。うん、秘密って言い方がチェリーボーイだ。のんちやん配信して言ってやれよ、のんちゃん童貞やろ。僕ダメ人間さん、マブダチにそんなひどいことを言うのはどうは。言ってやれのんちゃん。ダムさんハムニーだ。あんにょあんにょはせよ。クモモンさん www ベッキーさんマシスよマシスよ。あちゃんさんあんにょん。あんにょ。僕だめ人間さん、早来いはどう。ベッキーさん、出せよ。ロボコさん、のんちゃんかわいい。あちゃんさん、のんちゃん十分を肌白いのつるつる。僕だの人間さん、くださいっていいんだよ。何？童貞。
なんだよ童貞くださいって意味、うん、韓国語今ヤマシンさん親子配信 W、うんうん、デリカシーがないな。モテないよ女の人にそういうこと言ってると。童貞こいつも童貞だ、うん、モテるかモテないかコメントでわかるよね。女の子が一番嫌う発言だよ。僕ダメ人間さんはどう、まあ、僕のこと好きでしょ。あんまり好きじゃないな、ごめん正直あんまり好きじゃないよ。息子が切れた。ごめんね、申し訳ない。ベッキーさん、ワドさん顔色悪い。顔色悪いね。悪いよね顔色。最近体調悪いんだよね。あれかな、鉄分と亜鉛と鉄分取ってるから、うん、鉄っぽい顔になってんのかな。そう、鉄っぽいよね顔色。悪っ。あちゃんさん、何これ亜鉛と鉄分取りすぎてんのかな、うん、取りすぎじゃない、うん、サイボーグだね、うんうん、俺のことサイボーグって呼んで。え、ていうか何この顔色の悪さ。銀河系サイボーグやばくないこの。え、のんちゃんだって肌の色普通だもんね。ベッキーさん太陽浴びてるかい。僕ダメ人間さんいつも通りブサイクだよ。あちゃんさん、うん、鉄っぽい顔って笑。鉄っぽくなってる。サイボーグでしょこれも半分。神に愛されたリスナーさん、サイボーグわらわらわら。いやだ、鉄分取りすぎてんだから。嫉妬され大盛りのアラサー。鉄分取りすぎてるわけだから、もうこれ完全にさ、サイボーグだよ。僕の。ごましよ。ごましよ。そう、ここでもここまで生やせって首。完全に繋がるねここちゃん。繋がるよ。だからここ全部真っ黒になるよ。首半分。頬も生やす。もうヒゲを全部剃らないでいる、うん、全部ヒゲ。あちゃんさん寝れてる。僕だめ人間さん、ぶっさわら。あー、まあ最近あんまり寝れてないかな。クモモンさん楽しみから。ほっぺたも生やそうか。多分山田孝之みたいなんじゃん、あの人のヒゲの生え方似てるなって思う。頬部とかもただ汚くなるだけだよ。小好きみたいになるよ本当に、ね、うん、なんか山田孝之が頬とか生やすとウルヴァリンとかあんな感じになるんじゃん。いやだって首なんかひげ生やしても汚いだけだよ。ただだからウルヴァリンとかあの山田孝之のプライベートみたいな。ヒロさん、和田さん、のんちゃんさん、うん、こんばんは。はい、こんばんは。こんばんは。確かに顔色、なんでこんな、なんで俺こんなに、大丈夫か俺。黒い。なんか変だよね。ゾンビみたいな色になってるよね。土色になった。なんで？え、リアルでもそう？僕だめ人間さん。嘘。はよ。セクロス、ヤモシンさん、後ろのママが心配してる。ベッキーさん、緑色、僕ダメ人間さん。横断が出てきた。嘘。そんなことないけどさ。リーやネモネさん、あ、でもちょっと悪いね、顔色。クモモンさん、焼けたんじゃないの？あちゃんさん、睡眠とって、ゆっくり休んで。ちょっと悪いね。そんなことない？ヤモシンさん、そんなことない。ちょっと黄色い。アルマーラブラブタイム。でも目も赤い。うん、ちょっと顔色悪いね確かに、うん、まあいいか死んでもいいや、いやいやまあいいや、うん、仲いいよ俺のんちゃんと、
肝臓悪くなる要素ないと思うんだけどな。肝臓とお酒じゃないの。お酒だね。僕だの人間さん、やだ。仲いいよ。ネモシンさん、マジで後ろの母ちゃんじゃないの。ミノ。ミノ。パックも買ってきたから。今日。何化粧品ばっかり買ってんの。今日買ったんだよ。これ。そう。さっき100均で買ってたのとは別なのこれ。そう。あのパックはこれの上からする、うん、僕ダメ人間さんマブダチを言ってあの世行かないで寂しいよ乾かないベッキーさんのんちゃんが美に目覚めた。これは美容マスクなんだ、うん、美容液が入ってんだ。そうでそれをかぶせてあらいい旦那対応パックするんだ。そうミノン、うん、いいよ。はい映ってないよ、はい、ミノンミノン映った。映ったよ。のんちゃん最近美容液に目覚めてんだ。そう楽しい。うん美白してんの。美白してんだ。そう数量限定だから、うん、あ限定品なんだこれ。ミニさん地震来た。地震地震どこで。ミニどの辺だっけ。ベッキーさんミノンボディーソープの上で。あちゃんさんマイメロで可愛いそのバッグ。ボディーソープもいいんだそのメーカー。うんのうんでもやっぱダブル。ミノシリーズは子供にもいいもんね。あ子供にもいいんだ。へえ。そうなんだ。ヒリヒリしないんだ。じゃあ多分敏感肌なんだよ。こねこっちが良くなったよね。僕だめ人間さん。こっちがね、北海道震度8。え震度 8？ ベッキーさんシャンプーは微妙。シャンプー微妙なんだ。キシキシしちゃうシャンプー。マッサージするといいよ。優しく。シャンプーロカピチャさん、いや、嘘です、受信、うん、びっくりした。そういう不謹慎な嘘やめた方がいいよ。日本は地震大国だから。僕ダメ人間さん、嘘だよわら。ロカピチャさん、そういうのは嫌だね。そういうのはね、あの、ダメなダメな嘘っつうかそれで笑うのはダメな人だと思う。うん。僕ダメ人間さん W。 これはモテないわ。これは童貞だ。童貞だわ。うん、これは童貞だわ。一生童貞。クモモンさん、地震情報を見ようとして Google 開いた時間を返してくれ W。 いや、地震自体は本当でしょ。地震自体は本当で、北海道震度8っていうのに怒ってんだよ、俺は。そういうのはダメでしょ。僕ダメ人間さん W、ほら。ニンには嘘つかないから。ベッキーさん、早く陽性になれ。僕ダメ人間さん、魔法使いな。クモモンさん、ニーニさんのは本当だと思ってたよ。ダメ人間がダメから、うん、あ甘いもんないっけ。僕ダメ人間さん好きよ、うん、甘いもの食べたい病が始まった。僕ダメ人間さん、スイーツ男子ぶるなよ。ふ
ね、俺こってこてのスイーツ男子だけど、ブルナとかじゃなくて生粋のスイーツ男子だけど、ケーキ屋さんでケーキ買う男なんだけど、俺すっごい甘いのが好きなんだよね。うん、甘いの。喫茶店でケーキだけテイクアウトして持って帰るぐらいのスイーツ男子だけど。僕ダメ人間さん、キモミミさん、キモくねえ。キモくねえ。震度2。震度2か、よかった。セーフ。俺ね、千葉県民だから地震めっちゃ多いの。地震は震度4からだよ。怖い。だから2とか1とか3とか何にも感じないの。もうなんか月2ぐらいであるから、うん、震度4が半年に1回ぐらい来んの、うん、で、あ、揺れたなみたいな。関西震度2だったわ、うん、なんかね、地震は俺の中では震度4からだね。ちょっとお来たなっていうのは。震度3ぐらいだとなんか別にだよ、別にって何も起こらないだね。震度6はね、マジでうんこちびるから、うん、マジで。震度5はないかな俺。あ、5はあれか、関東大震災の余震であったけど、震度6はマジで死ぬかと思うよ。震度6経験したことある人いる？この中に。マジでうんこちびるぐらい怖いよねこの世の終わりだと思うよね本当に。震度2じゃ気づかないレベル。震度2は気づくよ。震度1は気づかない人いるけど、震度6は本当この世の終わりかと思うよね。どうなってんの地球っていう。ないでしょ。あ、でも東京も震度5ぐらい。くのもんさん、震度6は怖いね。怖いよ震度6は。震度5でもドカーンってなった。震度、え？震度5でドカーンってきた。ベッキーさん、タンスが歩いた、うん、タンスが歩くよね、本当にねこうやって歩くから本当に本当に。だって震度って震度って1変わると1、え、マグニチュードって1変わると1000倍変わるんだっけ、エネルギー。だからあのマグニチュード8とマグニチュード7ってレベルが全然違うんだよね確かに。東北の地震の時は地鳴りがすごくて、あー地鳴り鳴ったね、縦にポンピング。北海道の建物は壊れなかったみたい。北海道民の時に津波、あ、津波来たんだ、怖かったね。意外と北海道の建物は壊れなかったみたい。まあ、耐震ね設計が良かったんだろうね。でもね、北海道ってそもそも地震がないから、多分現地の人相当ビビったと思うよ。なんか北海道のあの人が半分ぐらいの会社に勤めてたことあるんだけど、こっちに来てやっぱねゴキブリと地震にこあのびっくりするんだって。多分ね、北海道の前回の地震は多分相当パニックったと思うよ。多分生まれて初めての地震とかいう人もいるんじゃん、若い人だった、うん、北海道がね地震でねあんな被災するなんて思ってもなかったもんね。フグセンさん、1時間に1回ペースですげえ音の地鳴りしてたな。ねえ、思い出すよね。もうずっと揺れてたもんね、あの東日本ね半年ぐらいずっと震度4だよ、5分おきとかに。え、東京の方そうでもなかった、うん、ずっとだよもう。だから酔ってる感じなの、揺れてて。本当にそんな感じだったよね。もうずっと1時間おきに震度4とか5とか来てたよね。で、あの本災の時は3分おきぐらいに来てたよ、うん、ね、ずっと揺れてたよねもう後半頭おかしくなりそうだったもんね。もう寝てても何しててもずっと揺れてん日本やべえなと思ったもん、ね、ロカピチャさん、北海道は来るときドガーン、停電の方が困りましたね、米がなし。いや、あのね、来るときドカーンっていうかね、それはあの直下型かっていうかね、地震慣れてない、もうその発言で慣れてないってわかるよね。あの震源地が遠いと横揺れなので、
震源地が近いと縦に持ち上がるのね。でドカーンって来たってことは多分縦揺れだから直下型ってやつが来たんだよ。俺らはもう結構その年に何回も地震来るから、そのあれだよ、あの揺れの幅とかでだいたい距離とかわかるよ。あのあこれ震源地茨城だなとかわかるよ。すごい、わかるよね。あ地震多い県に住んでるとね、あこれ福島の方じゃねえとか、あのと遠くなればなるほど揺れが横揺れで長いの。そういやな、多い、怖くはないよ、慣れてるの震災だから。そのなんだろう、地震の時とかに慣れてるし、だから北海道の人相当パニックったと思う。フグセンさん、わかる。さすの消えてない感じの揺れは遠い。そう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 、揺れ方でわかるよね。そうそう、さすの消えてないっていう、うんうん、でも直下型は怖い、急に来るから。要は前の揺れがないんだよね。ドーンって来るんだよね、いきなり突き上げで。あれどうしようもないよね。ズドンってくるタイプは危ない、直下型は。あのなんつうの、揺れる前のゆっくりがないの、タカタカタカタっていう。クモモンさん、ドーンって言うみたいです。俺揺れても寝れる人の。ドーンって言うみたい。ドーンっていうか縦に持ち上がるって感じかな、ドーンって。で震源地が遠い場合だとゆっくり揺れてグラ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 ってくるの。ベッキーさん、外国人観光客が光の速さで帰ったね今年。うーん、まあまあ普通だよね。地震のない国とかからするとまあ帰るでしょ。そりゃね、スマトラ沖とか見てたらね、え日本はずっと地震とともに生きてきた民族だから、逆になんか感覚が麻痺してんでしょ。だから日本人がハリケーンとか見たら逃げるでしょ、うん、多分カトリーナとか見たら多分やべえ、こんなところもう早く逃げようってなるでしょ。家とか飛ぶんだよ。僕だね、人間さん、それと一緒だよ。車とか飛んできた。地震大国だよ。ん？ねえ、車飛ぶかんね。あんなの意味が分かんないもんね。ハリケーン、ハリケーンは怖いよ。あれはあれ飲み込まれたら一発アウトでしょ、うん、あれどうやって逃げるんだろうね、うん、あれはね、地下室があるのみんな。へえ、地下に潜るの。そう、へえ、防空壕みたいな。え、じゃあ家が飛んでっても地下で震えて待つの。そう、悲しくないそれ、うん、だってガチャって地下から出たら家がないんでしょ。村とか全部なくなってんでしょ。クモモンさん、シェルターってやつかな。シェルターがあるんだね。僕だね、人間さん、シェルター、シェルターがあるんだ。週月リリスさん、こんばんは。銀河のワドちゃん、のんちゃん、のんちゃんいる今日は。ルグセンさん、サバイバル、リリーいらっしゃい。斉藤隆夫の漫画みたいな、うん、バガーありがとう。バガーをリリーいつもありがとう。今日松本太陽の昨日、もう最近漫画が買えないんだよね。松本太陽のルーブルの猫買おうか迷ったんだけど、もうなんかもうダメだ。本屋に行って悶々とする日々が続いてる。じゃあそういうことじゃないんだよ。じゃあお金を払うのが嫌なんじゃなくて、うん、なんかね、怖いの漫画が。怖いの。昔はね、本屋に行った、あれも欲しい、これも欲しい、次はあれ買おう、これを集めよう、これが完結したからやっとこれに手が出せるとか、もうワクワクしたのよ。でも本屋に行ってもなんかこう新しい作品がなんかあんまりね、なんかこうワクワクしないっていうか、わかる、うん、なんか昔のドキドキがなくて、うん、なんかもう、なんつうの、
25,000冊読んだから、うん、もうなんつうのネタが回ってるっていうか、なんかこの味知ってるなみたいな、なんかね、なんかもうあこれも見たことある、あれも見たことある、あこれあれね、あの系統ねみたいな、だからね、なんか読んだことないものが読みたいんだけど、うーん難しいよな。少女漫画読む？いやいや、それ考えてる。少女漫画、少女漫画っていう手もあるんだよ。ペニーさんからお金もらったよ俺。なんで？もらったよ。僕ダメ人間さん、それで本買えば。違う違う、だからお金の問題じゃないんだって。お金がもったいないとかそういうことを言ってるんじゃないの。人の話全く聞いてねえなこいつ。最初の条件がお金じゃなくてっていう枕言葉があったのに全く人の話聞いてない。くももんさん www。 いやもうびっくりするよね。もう別に買えるよ。そこまで貧乏じゃないよ。漫画ぐらい買える。何？そうこれ裏返しじゃないんだ。これ。裏返しじゃないのこれ。違うんだ。ほら後ろにタグあるでしょ。さん、ほんまに聞いてなーな。なの。ね。ファミマじゃない。え？ファミマじゃないの。これなんかあれじゃなかったかな、岡山の社長さんが意外にくれたんだよ。の話興味ない、うん、あなんか会話に不自由する人ってそういうイメージがあるな。なんか話がずれる人って基本的に人の話聞いてないから自分の言いたいことを 言ってるだけだから、コミュニケーション能力低いっていうの分かる。あこの人話聞いてないなっていう人結構いるもんね。あ日常にもいる。あこの人人の話聞いてない、自分が喋りたいだけなんだっていう、分かるよ。深夜食堂とか。深夜食堂あれはもう病気の域でしょ。あれはマジの病気だと思う。3時間ずっと一人で喋ってんの。僕ダメ人間さん、僕高いよ。あれは病気だよ病気。あれはガチの病気だと思う。さんいるわ。いるよね。おばちゃんに多いんだよ。おばちゃん、おばちゃんに多い傾向があると思うけど、男でもたまにいるよ。ちゃんさん、会話できない人いるよね、あれって病気なのかな。病、まあ病気でしょ。あのね、あのね、本当の病人を君たちは知らないんだよ。本当に3時間ずっと一人で喋ってるんだよ。うん、あー、へー、うんってもう合図中打ってたら一人で笑ったり一人で怒ったりしてるんだよ。すげえ、すげえよ、本当に。でずーっと試しに俺とのんちゃんで半笑いしながら靴履いてる時に逃げたの。遠くから眺めてた。一人でずっと足元を見ながら靴紐結びながらずっとなんか5分ぐらい喋ってたよ。本当にびっくりしたもん。俺とのんちゃん二人でポカーンってなったもん。マジかと思って下向いて靴紐がなんたかほんたかとか言ってるから二人でシーって言ってニヤニヤしたから遠くから見てたの。離れてずっと喋ってんの、靴紐に向かって。で一人で笑ったりしてんの。いやお前そりゃねえだろとか言って一人でなんかブツブツ言ってんの。お前だわと思って。あれ怖いよ本当に。すごいよな本当に。
チャンさん、EW 怖いわらわら。いや怖いよ本当に。終月ビリさん、意思疎通が難しい人も多いから私のツイッターのつぶやきの説明がつい長くなる。ベッキーさん、しまいには相槌なしでも喋り続ける。そこまでいくと病気完全に病気。僕ダメ人間さん、ロムル拗ねちゃったよ。僕ダメ人間と投げた相手にされてないのにコメント拾わなかった。拗ねちゃったよロムルは。童貞が童貞だよね、この拗ね方がね、童貞だわ、本当に。あのさ、コメントをさ、拾われないぐらいでさ、別に勝手にロムればいいしさ、あの、なんかさ、そのコメント拾われる前提で話すの嫌じゃない？なんか、なんなんだろうね、なんか俺インターネットでコメント拾ってもらえないから拗ねるっていう行動ってめちゃくちゃ寂しい行為だと思うの。なんかコメント全部拾ってもらえるっていう全なんつうんだろう、拾ってもらえるっていうか、なんだろう、なんか怖いよね、怖い。ワドタン怖いよ。なんかさ、あ、でもね、俺ね、アンチとかね、そういう人たちの特徴って、終月ギリさん、ちゃんと使えるとか、なんで焼かるのかってあるじゃん、なんで噛みつくのか、あれって、面白いことが言えなかったりとか、普通のコミュニケーションだとコメントが拾われないっていうことに慣れすぎちゃって、わかる、最初は普通だったんだよ。だけどあんまりにもつまんねえコメントしか書けないから配信者拾わないじゃん。だから尖るようになっていったんだと思うんだよね、その悪態ついてそのコメント拾ってもらおうみたいな、多分そういうことだと思うんだよね。猫さん鋭い。いや、あると思うよ。なんか自分のコメント拾ってもらいたいから、でも拾ってもらえない、じゃあちょっとハゲとか書いてみようっつったら拾われた、あ、じゃあって言って習慣化しちゃったみたいな。だからね、結局ね、そのなんだろう、あのひろゆきが言ってたんだけど、ニコニコ生放送ってお金を払うと赤い文字とか黄色い文字とか大きい文字とか書けるのね。で、本当に面白いコメントだったらノーマルのコメントで拾われるはずで、赤い文字とか黄色い文字とかはなんで有料かっていうと、面白いこと書けない人は金払えっていう仕組みなんだって、ニコ生って。要は面白いこと書ける人はタダで利用していいけど、要は赤とか目立たせないと拾われないぐらいって言ってた、あのひろゆきは。残酷放送ダメじゃん。いや、だから面白いコメント書けるやつが一人もいない放送の、だ、暗黒なんだ。でもそうだと思うよ、普通のコミュニケーションでもそうで、面白いことって別に声大きく言わなくてもいいじゃん、うん、淡々と喋っても面白い人面白いもんね、うん、なんかセンスの問題なんだよそこは。春さん、バーガーをプレゼントしました。バーガーありがとう。さん、花火投げたら拾って。あ、それはそうだよ。だからひろゆきの言ってることと一緒じゃん。本来のアイテムってそういう意味なんだよ、このコメント拾ってねって意味で使うの。だから俺ね、ふわっち不思議だなと思うのは、あの本来はこのコメント絶対拾い上げてねっていう意味でアイテム投げるのが普通なのに、ただアイテム投げる人ってコメントを添えないんだよね。俺本当にそれが不思議なの。むしろね、あのコメント書かない人がアイテム投げるイメージじゃない、ふわっちって。なんか違和感あるんだよね、うん、あ、色付きビッグコメほど寒いよね、うん、そして連投するって。いや、だからひろゆきの予想は当たってたんだよ。もう最終的にはね、おっきい文字、つまらない、ハゲとかデブとか
そう、色付きビッグ文字連投寒いって、もうだから金払えだよ、合ってるんだよひろゆきの言ってること。最終的には広告でコメント打つ、ね、あもう終わりだよね。もうだからなんかね、その不思議な使われ方してるなっていう。ふわっちは声だけ聞いてる人にはワド監督がディスられてると誤解されるよ。僕ダメ人間さん、ひなたん始まった、バイバイ、うん、最後まで寒い最後まで寒いコメントだったな始まりから最後まで寒かった。あちゃんさん、のんちゃんみんそう眠い、うんうん、イエーイ、イエーイ、暑いね、うん、猫になっちゃった。僕ダメ人間さん、寂しいのか。寂しくないよ全然、にゃー、うん、甘いの食べたいな。週月ギリさんは羨ましい、うん、愛さんまだいたわら、ベッキーさん、うん、ウォーチョーラブイ、くももんさん、ダメ人間いた WW、 ダメ人間ほんとどうしようもないよね、ほんとにダメなんだなってほんとにダメなんだなって思うよ、ね、週月ギリさんハート、うん、のんちゃん怒ったら怖いよ、ハートありがとう、うん、のんちゃんいつもここだもんね。で俺が寝て肩が痛くなると自然とこうやってね、もぞもぞ動くとのんちゃんもそって言いなくなる、どかされる、どかされる。ハルさん、なんでコメ見えないのに読み上げするのかと思ったらブロックしてる、あいつか、なんでコメ見えないのに読み上げしてる、ああブロックしてるからだね、リスナーさんが、うん、僕の人気、お前本当にやばいやつだな、お前何、お前が人気だと思ってんの、マジで病気だろお前。週月ギリさん、自分のことをダメと言うと本当にダメになるんだよね。いや俺ね本当にねやめた方がいいと思うの、あのね僕ダメ人間にそれね何回か言ったんだけど、あのまあしょうがないんだろうな、もうそう、あの自分でダメだダメだと思い込むからやめた方がいいんだよ本当に、あの心理的にね、まあいいよほっといても。僕ダメ人間さん、みんな僕のこと好き、うん、病気だわ病気なんかニュースとか出るなよ、うん、のんちゃんねえな、うん、週月ギリさん、一遍診察受けてみる、いやもう病院通ってるでしょ多分、なんでうちの放送ってこういうのがいつくんだろうねなんでメンヘラの、なんかメンヘラっつうかこじらせてるよねみんなね、ラブラブだからさ、週月ギリさん、もう早く薬では無理なのか、何ひなたんって誰、お前さ、ひなたんっていうのが誰か知らないけど現実見ろよ、お前さ、お前がさ可愛いと思う女の子が彼氏いないと思ってるので、会ったこともないお前となんでラブラブなの、バカだろお前、お前さふわっちとかさキャスとかニコ生とかの可愛い女の子が彼氏いないと思ってんの、バカだろ本当の。僕ダメ人間さん、ひなたんはいないよ。バカだろ。バカだろ本当の。そこなしのバカだろ本当に。いるに決まってるじゃん。お前とは違うんだよ。あのさ、いないわけがないでし
週月リリさん、みんないるよ。現実を直視しろよ、ダメやろう、僕ダメ人間さん、約束したもん、深夜ちょとはオフパコしないって。バカだろこいつ底抜けのバカだわ。まあ多分一生なんか可愛い女の子を追いかけ続けるんだろうな。ゴミクズ怖え、ほんと怖え。そりゃね、配信の女の子みんな病むわな、うん、こんなのに好きとか DM 送られてくんだよ毎日超怖くない？超怖いよね。こんな気持ち悪いやつに DM で今からご飯食べるおとか来るんだよ、うん、キモって思うさ、キモって。何々ちゃん最近放送してないけど元気かな、みんな心配してるよ、ドゥフフって怖い怖い怖い。毎日来るんだよこんなの、 こういうやつから DM が。それは LINE とかさらせないよね。うわキモキモキモい、超怖い。ひなたんとはラブラブだよ、超怖い超怖い超怖い。それは女の子減らるわ。キモすぎてドギも抜くわ。いやだから大変だよね配信しちゃってね、うん、こんな気持ち悪いやつから毎日 DM 来るのに彼氏いないよって言わないといけないんだよ。あ、ダメだ、ちょっと飲んじゃん耳塞いでてくんない。いやいや、やむ、あかんさあ、せいせいせい、痛い痛い、つねんない。春月リリさん、お前な、今度話す。でも飲み屋では直接言われるからさらにストレスわら。あー飲み屋は辛いよね。飲み屋はでも気持ち悪いとかじゃなくてさ、どちらかっていうと金持ってこじらせてる性格の悪いおじさんとかさ、名前だけ呼ぶ DM とか送ってそう、うん、あー気持ち悪いね。シュさん、私には超イケメンの彼氏います。知ってる知ってる、うん、知ってる、うん、シンガーソングライターだ。僕ダメ人間さん、お前のサムネキモすぎ W オタク、わら。もう前の方がキモいよ。ダメ人間に嫉妬するわけないやろこの枠で史上最高にキモいわお前のサムネお前のサムネキモすぎオタクってお前だわ、お前のサムネだわ。僕ダメ人間さん、ゴミクズお前だわ、ゴミクズは全部ブーメランだ。あちゃんさん、金使ってくれるなら嬉しいけど使わない客に限ってダラダラライン。僕ダメ人間さん、これは僕本人だよ僕本人じゃねえよお前、なんでその顔でマウンティングできるんだよ心強すぎるな。秋月リリさん、ある意味ここまで来たりとおもろいやつやな、ダメ人間さんって、うん、もうダメなんだよ。セフゾーさん、わら。自爆霊みたいなもんだ。ダメ人間さん、ゴミクズにイケメン彼氏いるわけないだろう、わら。いやいや、リリ普通に顔整ってるから、ね、結構美人だよ多分お前リリの顔見たら可愛いっつってあれだよ、口説き始めるよ。これが愛か、なんだこれが愛かって。お前も童貞かお前童貞だな、二人目だな隠してたな、お前童貞だろ。あでも素人童貞タイプだなこれ。猫の目さん、おはようは、どうアダルト配信するの？しないよ、うん、セフィゾーさん、わら。これはセフィは素人童貞タイプだ。童貞多いな本当。ハルさん、セフィゾーってご隠居にブロックされてる、うん、ガチ嵐じゃん。セフィゾーはね、昔俺のところでガチ嵐だったけどね、最近荒らさないよ。モンさん、どんだけふわっちに童貞いるの W、うん、童貞ばっかりだな。隣はのんちゃん、のんちゃんだよ、うん、のんちゃんじゃなかったら週月さん誰だよっていう、殺されるわ俺、うん、バガありがとう、アイテムありがとう、のんちゃんせやせやね。ピー様さん、のんちゃん顔見せて。
P だよ、セフゾーさん、俺童貞だったのかわら。P、P 知ってる？僕ダメ人間さん、早くひなたんが誰だお前。ヤノラキューさん、ワドツ。知らねえってよ。はい、ワドツ。いや、ひなたんところ行っておいて。ちゃんさん、でも、たまにこの子のコメ見て笑っちゃう自分いるわら。終月ギリさん、悔しかったら女の子と添い寝してみな。チキン、ヤノラキューさん、ノンさん、おやすみなさい。ちょっと寝てる。ピー様さん、のんちゃんこの前中野坂上と西新宿の間のローソンで話した。え？中野坂上と、うん、西新宿の間のローソンでのんちゃんと話したって言ってる人いるけど。うん、いや話してないって。誰か別の人と話してたんじゃないの？のんちゃんそこのローソン行かないよ。さん、アイナー、のんちゃんと話したの？うん、僕ダメ人間さん。いや、悔しくない。そこのローソン、のんちゃんと俺行かない。行くとしたらね、多分ね、俺は俺と一緒だと思うよ。ピー様さん、間違えたはどうとはなし。俺とかい全然違えじゃねえか。え、俺リスナーさんと話したかな？あれしょ、坂上のあのダイソーの向かいのローソンでしょ？え、ダイソーの向かいのローソン？クモモンさん W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 、うん、P 様さん違う。え、違う、どこだろう。ローソン中野坂上と日新宿の間のローソン。え？え？ P 様さん、西新宿と中野坂上の間。西新宿と中野坂上の間で日新宿5丁目？川沿いの橋？角ローソンじゃなかったっけ？角？違うか。ダイソーの前の、え、山手通りの向かいじゃないの？山手通り沿いの？五丁目ではない。五丁目じゃない。山手通りの方？え？ピー様さん、違う。え？どこにあるローソン？他。坂上、え、あそこの2軒とどこある？あ、え、話した。あ、わかった、川沿いの、あ、わかったわかった、あれだ、ライフの方だ、うん、話したっていうか酒、え？P 様さん、そう、うん、そこのローソンで話した。終月ギリさん、まあここまで具体的なんだから実質だろうね。いや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 、俺の中では話した記憶じゃなくて叫ばれた記憶なの。なんか「うわだー！」とか言ってなんか叫んでる。ピー様さん、話したよ。話した？え、何を話した？いや、そういう気違いみたいなリスナーはいっぱいいるんだけど。わどーとか言って、それは人違い、人違い。え、じゃあ、え、どんな話しました？え、っていうか男の人か女の人かも分かんないしな、何を話しました？毎日ね、スーパースターなんで分かんねえな。ヤノラキーさん www、うん、レッキーさん、リアルですれ違ってもよう声かけんは。終月ギリさん、いや声かけられまくるよ。やり取りしたということなの？忘れられた、忘れられたわら。え、ちょ、忘れられたじゃなくて何話したかわかんないもん。え、ピー様さん、ひどい。ひどいじゃない、だって俺毎日声かけられるのもしょうがないじゃん。そう、いつ頃かもわかんないし、どんな人だろう。ピー様さん、のんちゃんの顔見せて。いや、顔いいよ、のんちゃんの顔だよ。え、あそこのローソンで話したことあったっけ、誰か。話の内容と性別は、あっちゃんさん、叫ばれるとか W 大変だ。うん、なんか普通に盗撮されたりもすっかんね。記憶に残るような面白い話して覚えてもらえよ、でこすきやろう。ベッキーさん、認知の歪み、匂いがする。仲直りじゃないかね。ミュウツーが一方的に喧嘩売ったんだよ。あれボコられてしょうがないからね。セフゾーさん、早く寝なさい、再戦しよ。うん、それじゃ。
認知の、いやいやいや、だからこれがいつも言ってるギャップなんだって俺からするとだって小手半も名乗られない、毎日誰かに声かけるられる、ね、で分かんないよ。それでこの前話したじゃないですかとか言われても、お休みじゃねえよ、なんだよそんな毎日声かけられて名前も名乗らない、私話したじゃないですか、ひどいとか言われても誰だよっていう、だからいつも話してる、これがギャップだって。みんなからすると毎日会ってる、俺の顔知ってる、俺のこと何でも知ってる、俺のことをずっと見てる、だけど俺は会ったこともない。じゃあさ、すれ違う人の名前覚えてる？一昨日会ったコンビニの店員さんの顔覚えてる？無理でしょ。俺わかんないよ、その会ったこともないんだよ、しかも、まあ、会ったことあんのか、だから男か女かもわかんないし、何話したかもわかんないし、年齢もわかんないんだよ。話したじゃないですかとか言われてもわかんない、そんな毎日いろんな人に話しかけられるの、あるあるだよこれ。嘘ついた方がいい？ああ、あの時はありがとねって、嘘ついた方がいい？いや、もう心が寒むよ本当に。クモモンさん、配信者って大変だね、 WW。 うん、大変だね。ハル、さん、スーパースター和道に覚えてもらいたかったら、うん、ネタの一つでも用意しておくんだな。週月リリさん、リスナーにとっては5分の1でも、ワド監督にとっては日常茶飯事だから1000分の1と認識してね、皆さん。猫の目さん、嘘つくの上手やろ。俺嘘つかないから嫌われてんだよ、猫の目。これね、すっごい誤解されてると思ってんだけど、俺嘘つきのイメージつけられてるけど、俺のこと長く見てる人だったらわかるけど、俺嘘全くつかないから嫌われてるんだよ。だからクズとかゴミとかカスとか、俺は嫌いとか覚えてないとか平気で正直言うの。あ、生活保護受けてるよとか、何が悪いのとか思ったことバンバン言うから嫌われてるの。だから俺は嘘つきなんじゃなくて性格が悪いだけだから、これ覚えといて、うん、俺嘘つかないから。愛さん、猫の目笑、週月リリさん、そこが好きなんだよ、嘘つかない本音だから。そう、全部本音だから嫌われるんだよ。そう、全部思ったこと言っちゃうから嫌われるの。だから誤解されてるんだよね、そこは。全然、あ、嘘極端につかない方だと思う。グエア、クモモンさん、正直だから嫌われる部分になると、そうありますよね。週月リリさん、風船を5個プレゼントしました。ありがとう、アイテムありがとう、リリありがとうね。そう、100% 嘘つかないとは言わないけど、俺他の配信者に比べたら嘘は少ない方だと思うよ、圧倒的に。全然なんかあのさっぱりした性格だと思うよ。だから物言いがね、あの物言いがはっきりしてるから、あの嫌われやすいんだよ。終月ギリさん、心にもない無事レイクを言う人は大嫌いだよ、私は。ピー様さん、深夜ちょっと仲良し。猫の目さん、私はワード好きやで、やは、うん、ありがとう、うん、ピー様さん、うちもワード好き、うん、ありがとう。コーヒー飲みたいな。タバコ吸っていい？うん。ピー様さん、ワド好き。やけどのんちゃんいるから。のんちゃんいるからダメだよ。のんちゃんに刺し殺されちゃうよ。グサ。うん？ワドさんのこと好き。うん。刺しちゃうよね。うん。ね。
よいしょ。この目さん好きやからたまに意地悪言うてしまうねん。秋月リリさん、この会話から察するにて様は女かな。ベッキーさん、絡みやすい人やな。あ、俺絡みやすいと思うよ。あのね、最初に違和感はあんの。なんでこいつ嫌なやつだなみたいなのに感じやすいけど、あ、こいつすげえ分かりやすいやつなんだなとか、あ、こいつシンプルだなって、なんか法則みたいなものを一回掴むとすげえ扱いやすいと思う俺は。だから建前とかで話さないで普通に思ったことをポンって言ったらすごく付き合いやすいと思うよ俺は。あの全然根に持たないし、あのなんだろう、俺だって怒鳴ってる5分後には笑ったりできる男だから、ただのサイコパスなんだけどただサイコパスなだけなんだけど、全然根に持たないしすごくシンプルだよ。様さん、のんちゃんとセックスしてる。でもね、多分ね、俺とね恋愛うまくいく人ね、のりこ以外いないと思うよ。のりこがよっぽど特殊だよ。のりこが奇跡的に噛み合ってるだけでね、多分普通の人無理だと思うよ俺と付き合うの。ベッキーさん、クイ様さては処女だな。処女じゃないと思うよ俺。秋月ギリさん、そういう不能なコメントはやめろよな。むしろなんか夜の匂いするけど俺。クイ様、クイ様さん、マジよ。夜の匂いするけど、バージンなんだ。クロノイさん、B 様がよくダメ人間に見えてきた W。 いや、多分俺もダメ人間だと思うね。ダメ人間のサブアカだと思う。ベッキーさん、それす、うん、B 様さん、サブわらわらわら。クモモンさん WWWWWP 様さん、本話か教えたらしね。秋月ギリさん、それありえる、にじみ出る頭の悪さ。 P 様からにじみ出るこの頭の悪さ、ね、頭が悪すぎてそのあの本墓のダメ人間を切り替えたタイミングですぐ来ちゃうっていう、自己顕示欲が強いからすぐ気になるみたいな。うん、にじみ出る頭の悪さ。P 様さん、のんちゃんかわいい。のんちゃんかわいいよ。様さん何歳。のんちゃん、のんちゃん48歳。しのぶぶれといろにでにけりちのおしのりこ48で覚えといて。P 様さん48、ほんと見えない若い、うん。P 様さんはどう何歳。俺は33。計48。猫の目さん、ウィードって漫画読んでんけど知ってる。ウィード、あージャケだけわかるかな、読んでないかな。 P 様さん48ならもうセックスできないの。いや、できるでしょ。てかお前ダメ人間だろ、セックスの話ばっかり。猫の目さん、犬のやつ、犬のウィード、あーはいはい、あーじゃあ別の漫画想像してたな。あー P 様さん、セックスラブ、うん、P 様さん、みんな好きやん。あのね、子供じゃねえんだよあのさ、もうしょうもねえな本当に。ベッ
ベッキーさん、ボーイズラブ漫画に。あ、ボーイズラブね。ピー様さん、うち21歳わら。ペコ起きとった。中月ギリさん、女は何歳になってもできるの、覚えとけよ。P 様さん、できないだろ。できる。 P3BL 設定10年間で進化しすぎて震える。中月ギリさん、若けりゃいいってものじゃねえんだぞ。何がいいんだろう、ボーイズラブの腐女子の感覚がよくわかんねえよな。何なんだろうね。なんじゃ不女子。P 様さん、怖くて。何がいいんだろう。新八丁と金梅さん。クモモンさん、和田さん、岩窟を。少ない。アニメ知ってます。P 様さん、BL クソそう。岩窟を知らないね。わかんないね。岩窟をのね、うん、アニメね、見たことある。ベッキーさん、無理。無理でしょ。だそんなさ、サプリくんとさ、サプリくんと誰だろう、イケメン、あんなのいないじゃん。あんなイケメン、なんつうんだろう、そんなイケメンとイケメンってないよ。何がいいの、その男と男の絡みの。どこに燃えるのかがわからないんだよね、不女子が。P 様さん、BL つまんない。何の知的好奇心が満たされるのかよくわかんないんだ。ベッキーさん、自分でもわからない神秘。神秘なんだ。 P 様さん、 P 様の話しよう。神秘ではないけど、なんかリア、なんだろう、想像力の欠如が。漫画泣けるで。銀河って漫画泣ける？いや、なんか氷川きよしみたいな感じでしょ。何が BL って。氷川きよし。 P 様さん、おやすみなさい。はい、おやすみ。氷川きよし。中月リリさん、宝塚が好きな女の子と感覚が似てるのかも。あ、分かるかも。それに近いものあると思う。あ、分かるかも、分かるかも。そう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 、宝塚もそうだよね。分かる分かる、その感覚に近いと思う。うん、だから頭のネジどっか外れちゃってるんだよね。だからファンタジーとしてあれを見てるっていう感覚だよね。ベッキーさん、デカ三次元変換 BL でしょ、二次元でしょ。だから宝塚と一緒だよね、その感覚が。三次元変換したら、ただただ俺らはほら三次元変換しちゃうから、何言ってんだこいつら、頭湧いてんなみたいな。だからアニメとか漫画の中だけでしか起こらない現象なんだよ。だったら新宿2丁目とか行ってごらんよ。もうムッキムキのガチホモのスキンヘッドたちがイチャ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 してるよ。あれが本物の BL だよ。新宿2丁目うろうろしてごらんよ。すごいよ本当に。マッチョマッチョメーン。ベッキーさん、無理。無理でしょ。クロちゃんみたいなのがいっぱいいるんだよ。ベッキーさん、美しくない。美しくないでしょ。だから本当に顔が整う。だからサプリくんってさ、ゲイビデオ出てんの知ってる？噂で聞いたんだけど、結構気違いなんだよねサプリくん。
だサプリくんは本当の BL だから。ベッキーさん、イクサくんだね。イクサくん？何イクサくんって。サプリは顔整ってるよな。あれ本当にイケメンだと思う。捨て頃で一回あったけど、あれは本当美形。多分ふわっちで一番かっこいいんじゃないかな。2番目にかっこいいのは石野浩介かな、やっぱり。あ、イクサって名前なんだ。終結ギリさん、もったいないしくしく。2番目にかっこいいのはやっぱ石野浩介だよな。本当にイケメンだかんな。ベッキーさん、確かにサプリは綺麗めだな。綺麗だよね、サプリは。でもなんか最近のさ、イケメンの定義が女の子っぽい男の子がイケメンになってきてるじゃん。俺ね、あの風潮あんまり好きじゃないんだよね。なんか女の子っぽい、なんて言うんだろう、こう線の細い感じの綺麗めの男の子っていうのかな、あれはイケメンなのかっていう。美少年っていうジャンルだったんだよ昔は。昔はね、美少年って呼ばれてたんだけど、最近あれがイケメンの主流みたいになってきて、違くねえかっていう。なんか言葉の定義はどんどん変わっていくからついていけないよね。まあ、多分そういう傾向にあるんだろうな。今一番モテる男は女の子っぽいって。いぶし銀とかの方がいいよね。和道さんイケメンって言われても違和感しかないから、和道さんいぶし銀だねって言われたいね。いぶし銀。あちゃんさん、あれのんちゃん寝ちゃった。のんちゃん寝たよ。さん、和道さんは逆走してケムクジャラになりましょう。俺ケムクジャラだよ、もともとめちゃめちゃ毛深いって。もともと毛深いよ。ハンターハンターのクロロのモデルってあれなんだよね、あのハイドなんだよね。終月ギリさん、イブシキンなのはどう。あちゃんさん、俺寝るとき裸だもん。なぜかワドさん裸わら。ベッキーさん、しかし綺麗すぎる男の子はほんと見惚れる。サプリは綺麗じゃない。あ、顔整ってるなと思うよ。なんでへこむの。でもね、イケメンってセックス下手だよ。これね、話すと女の人分かるって言うんだよ。イケメンは総じてセックス下手。それはね、もう答え出てる。あちゃんさん、サプリくん可愛い顔してる。可愛い顔してるよね。弟とかね、お姉さんになりたいでしょ、みんな。サプリくん弟に欲しいでしょ。いたずらするんでしょ君たちは。ベッキーさん、それ綺麗とか不公平だぜ神様。ああ、っていうか面白い話あるよ。あのオスの方が綺麗に作られてるんだよ、生物って。もう知ってた？えって思うでしょ女の人って。あのすごいこと、ちょトイレ行ってくるわ。あ、私は和田さんの方が。あ、ありがとう。タイプだけど、ベッキーさん、え、ちょっとえってなるでしょ。ちょトイレ行ってきたら話せよそれ。終月ギリさん、そんなことないよ。秋月圭介はうまいよ。くももんさん、そういえばクジャクもそうですね。あちゃんさん、え、パンツ履いてない。わら。
はい、じゃあ質問です。パンツ履いてるよ。パンツ履いてなかったらバンだよ。イケメンだけどあれも最高。いくよ。ライオンで縦髪が生えてんの、オスとメスどっち？オスだよね。クジャクで美しい羽を持ってるのはどっち？オスだよね。あのね、生物、どんな生物見渡しても大体あのキラキラしてたりとか、あの羽に模様が入ってたりとか、縦髪が入ってたりとか、あのするのって全部オスなの。あのね、人間もそうなんだよ。あの男の人の方が肌が劣化しないの。だから女の人ってメイクするんだよ。そう、もともとそのメスの発情を誘発するために作られてんの。だからあの男の人の方が綺麗に作られてんの。そう、生物っていうの、もともとメスの発情を促すため の、 あの機能だから、あれは全部。だから踊ったり歌ったりとかするのとか、あの綺麗に作られてるのは男の方、オスの方なんだよ。だから男がメイクしないのは実はそういうことなんだよ。ひだからその、そう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 、生物学の常識で、生物のベースになってる方はメスなの。生物として完璧な個体はどっちかって言われたらメスなの。実はあのメスがメスの形からオスっていうのを作られてるのね。だから例えばその名残っていうのが、ブスに生まれた男の子は果たして、ブスに生まれた男の子は果たして、あ、違う違う違う、なんか個体差はある、個体差はある、もちろん。終月ギリさん、こういう話好きだわ、私。例えばさ、男の人に乳首って絶対いらない機能でしょ。これはその子供の頃、赤ちゃんの細胞分裂の原型っていうのの名残で生まれてるんだよ。だから精子から卵子を作ることはできないんだけど、卵子から生物を作ることはできるの。オスって滅んでもいいんだよ、実は。だからこれね、哲学的な話になるんだけど、女の人の本能で男が作られたと俺は思ってる。女の人っていうかメスの本能かな。だからなんで男の方に筋力があるかっていうと、これ闘争と狩りをするための、要は女が身ごもった時、メスが身ごもった時に代わりに戦う生物を作った。だから筋肉の量を発達させたオス、闘争、あと狩り、要は危険なことを男にやらせようって本能。だ今の時代男は本当役立たずだよ。戦争できないでしょ、喧嘩できないでしょ。だから生物としての機能がもう女の人に種を植え付けるだけなんだよ。だから今の時代女の人の方がいいんだ、そう。だ女性に生まれたっていうのはすごくいいことなんだよ。さん、今ここにいる女性でのんちゃんより私の方が美人だって自信ある人いる？お、じゃあ面白い質問なんで正直に答えてください。のんちゃんより私の方が美人だと思うって、自分で思う人は手を挙げてください。思わない人は手を下げてください。女の人限定で。それはいい質問だね、面白いね。忌憚のない意見が欲しいですね。ベッキーさん、まだ死にたくない。まだ死にたくないって何の話してんの？終月ギリさん、のんちゃんと同じ年齢で、48歳の時、のりこより綺麗でいる自信があるかどうか。なるほどね。てか俺、なんだろうな、なんかね、その年齢、
しみしはそばかすがあるっていうかね、俺若い女の人に魅力をあんまり感じないのって多分ね、見た目で人を選んでないからだと思うんだよ。その人の精神性とかを見るからだと思うの。例えばその若い女を見ても俺は未熟なイメージになっちゃうの。成熟してないイメージがあって、要はね、10代の女の子とか話してるとつまらないの。ひたすら一緒にいて本当に不快になるのよ。なんでかっていうと、会話の中にさ、その深みとかも一切ないし、その人の磨かれた美しさみたいなものってないじゃん。なんだろう、なんか酸っぱい果実みたいな、味気ない、わかる？だからなんだろう、俺は年いってる方が好きなんだよね。なんでかっていうと、その中の美しさっていうのが絶対出てくるから。なんか未熟なものとか幼稚なものを好むじゃん。だから日本のアニメとかってさ、萌え萌えで喋るでしょ、なんか舌足らずで喋るじゃん。俺ああいうのを見ると不快なんだよ。なんか童貞ビジネスっていうかさ、プレゼントしました。ベッキーさん、だからロリコンのやつってやばいなと思う。あちゃんさん、すごくよくわかるけど男性でそういう考えは珍しいと思う。いやだからロリコンなんだよ日本人って、童貞たちは。だからアニメとかの声優さんとかにやたら舌足らずで喋らせるでしょ。俺あれ見てて不快なのよ。もうアニメをつけて女の子のキャラクターが舌足らずに喋るのを見ると、あーもうこれダメだわっていう。要はアニメ作ってる監督とかアニメーターがこういう思考の人間なんだって思っちゃうの。要は、何も考えてない女、その頭バカなふりしてる女、それって人間として見てないんだよね。だって、何が面白いのそんなもん。だからね、結局ね、これはね、日本人の男が恋愛が下手なの。どういうことかっていうと、自信がないの。要は舌足らずでバカな女だったら俺が支配できるっていう欲望なんだよ。わかる？うん、頑張るよ、ありがとう。わかる？男の人が自分に自信がない、自分に恋愛の経験がない、自分が成熟した女性と向き合えないっていう抑圧されてる願望が俺は感じ取ることができる。要は幼稚なもの、知的にまだ成熟してないものだったら俺は支配できるっていう欲望なんだよ。俺はそうだと思うよ。明らかにその歪んだ性癖なんだよな、ああいうものっていうのは。俺はだから、なんだろう、頭のいい女性ほど惹かれるもん。あと力の強い女性というか、たくましさとか、その個性を持ってる女性に惹かれるね。そのなんだろう、強い子を持ってるか。だからね、あんまりね、その見た目で判断とか、まあある程度あるけど、それよりもね、やっぱね、あるんだよ。そのなんだろう、だからね、結局ね、俺若い女の人が好きって言ったの、俺動物と変わんないと思ってんの。イワンさん、やっぱり風道の女性リスナーの中ではのんちゃんが一番の美人か。予想通りすぎておもろわら。秋月ギリさん、結局男の劣等感が生み出したバカキャラ好きなやからだな。そうそう、そういうこと、そういうこと、そういうこと。男の劣等感が生み出した未熟な女性像っていうのかな。そうを具現化したものだよね。だからさ、どういうことかって言ったら、少女漫画読んでみたらわかるんだよ。男が書く漫画のさ、女の主人公、女らしい人なんかいないじゃん。俺はっきり言うよ、女の方が強いから、精神的には。か弱い女見たことないよ。男の方がか弱いから、女の方がずぶといから、だから少女漫画見てごらんよ。俺ナナって漫画見てびっくりしたもんね。自分の都合で着メロみたいに男とっかいひっかりじゃん。で、誰の子だか分かんない子供身ごもって、私かわいそうって泣くんだよ。どんだけたくましいんだこいつとか思ったもん。
めちゃくちゃだろこの漫画みたいな。日本女性も包容力なくなったと感じるから。そう、女の方がしたたかだし、俺は男性の方が繊細だし。だってさ、あれで女心と秋の空って、あれ元々の語源って男心と秋の空だったんだよ。それを揶揄して女心と秋の空って冗談で言い始めたのが広まっちゃってんの。元々和歌に書かれてるのは男心と秋の空だから、男の方が繊細でか弱いっていうこと、要は精神的にそういう部分があるっていうことを歌ってんだよ。そうだよ、だから男は振られたらぐち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 ずっと昔の女の話してるでしょ。でしょ、鮫島さんのツイッター見たらわかるでしょ、うん、女の人なんか一晩泣いたら終わりだから。一晩本気で酒飲んで本気で泣くの、次の日に忘れてるから。女の人ってそういうもんよ。女の方が強いよ。わーって泣いて次の日忘れてんの。ド監督って博識だから好きなんだよ、聞いてて価値ある雑談だから。秋月リリさん、バーガーをプレゼントしました。バーガーありがとう。フィソーさん、忘れるって大事。忘れるって大事だね。忘れるっていう機能って救いだよね、うん、忘れられなかったら生きていけない。引きずってたら妊娠的で行き過ぎてまうわ、うん、まあまあそういうのも本能の中にあるんだろうね、うん、女の人がねやっぱ敏感に一番感じてるもんね、女の人の旬っていうの。そうね、秋月リリさん、忘却は神が与えし救いです、ね、いや本当にそうだよ。死ぬことと忘れることは人間のあのすごい装置だと思うよ俺は。だからたまにね、俺これも宗教の話でいいですか、ちょっと宗教の話になるんですけど、これね日本人にこれ覚えておいてほしいんだけれども、日本人って生まれ変わりをいいことだと思ってるでしょ。そもそも生まれ変わったらまた出会いたいね、生まれ変わったら何しよう、この発言から生まれ変わるっていうことを肯定的に捉えてるでしょ。でしょ、あのね、もともと生まれ変わりの宗教っていうのはインドで生まれたんだけれども、もともとは生まれ変わりたくないから始まってるんだよ。生まれ変わらないためにどうするのかっていうのが生まれ変わりの宗教の根底にある。だからカースト制度ってそうでしょ、もともとバラモン教が作った教義なんだけど、お前が奴隷に生まれたのは前世悪いことをしたからだ、だから今世次いいように生まれ変わるために今回の人生は罰を受けますっていうので、要は生まれ変わることを否定的に捉えてるの分かる？これ要は今世の罪っていうのは前世の罪なんだっていうこと分かる？生まれ変わりを否定的に捉えてるじゃん。で今度仏教とは何かっつったら、生まれ変わるの嫌だよねって、だから生まれ変わらないように悟りましょうって言ってるの。つまり生まれる輪廻するぐるぐる生まれてっていうことを否定的に捉えてるのが分かる？生まれ変わるの嫌でしょ、だから悟れるよ、悟ったら下脱できるよ、輪廻の輪から外れるよ、これが最高の救いなんだよって教えてるわけだから、生まれ変わらない方法を教えてるわけじゃん。分かる？生まれ変わりから下脱しましょうって言って、だから日本人が根本的にその生まれ変わりの論理っていうのをさ理解してないのがよく分かるでしょ。だからさ、なんかそういう部分っていうのは何だろう、違和感を感じるよね。なんでこんなに生まれ変わりたがってるんだろうって。俺だってもう生まれたくないもんね。もう今回限りで終わりにしたいもん俺はね。ベッキーさん、今すぐ影響学してる。そう、だから日本人ってこういうところいっぱいあるんだよ。あの元々の意味を履き違えてその
勝手に自分なりにアレンジして広まっていくっていう、日本教って呼ばれてるぐらいなんだけど、だってハロウィンなんか仮装パーティーだと思ってるじゃん、仮装がしたいだけじゃん、本来の意味分かってやってないでしょ多分。初詣とかも、あ、例えばさ、初詣とかに神様にお願いするのってやっちゃいけないことなんだよ。神様に願掛けするっていうことは神様を下に見てるっていう理屈分かる？分かる。神様にお願いするっていうこと自体が神様を下に見てるっていう論理って分かる？これ西洋人とか本当の神道の人だったら絶対やらないことなんだけど、神頼みしたらダメだよみんな。もともとって神様に報告をするんだよ。神様、私は今年はこう行きました、来年はこう行きますとか、キリスト教の映画とか見るとさ、懺悔をするでしょ。私はこんな罪を犯してしまいましたって、どうすればいいでしょうか神様って報告をしてるでしょ映画とかって。なんで願掛けがダメなの、願望を押し付けることがダメなのかっていうのは簡単。神様、彼女が欲しいですって祈るとするじゃん。日本人これいいことだと思うでしょ。神様、家族が幸せになりますようにしようか、神様お願いです、家族の病気が治りますようにって言ったらみんないいと思うでしょ。これが日本人の間違いなの。もし神様お願いします、お母さんの病気治してくださいって言って、お母さんの病気治ったっていうことは人間の都合で神様が動いたってことなのよ。西洋人の考えだとありえないでしょ。つまり神様が人間の命令に従ったことになるんだよこれ。だから日本人が習慣としてやってるお願い事とか願掛けを神頼みってやってるのって、あれ一神教の宗教からするととんでもないことなの。多分イエス、キリスト教、ユダヤ教とかイスラム教、アッラーとかにそんなこと言ったら多分怒られると思うよ。お前ふざけんな、神を何だと思ってるんだって、多分ガチで何時間も説教されるレベルの。でも日本って、あ、お母さんの病気を治したいんだね、神様にお願いしてるんだね、偉いんだねっていう、やばいでしょやばくない？そう、つまりその宗教観が全くない、これは倫理観ができないっていうこととイコールだから、哲学が発展しないよね日本では。言われてみればって感じでしょ。だから当たり前とか習慣とかなんかなあなあにしてるんだよ、考えてないんだよ。神様が一人の合格を叶えると誰かが犠牲になるしな、だから願望を押し付けてるっていうよりも、それがさ、例えばさ、自分の欲望だったらそれダメじゃないっていう意味だと思うんだけど、伏線でもさ、病気を治したい、お母さんとか家族とか大切な子の病気を治したいっていうと、ドラマとか映画とかで頻繁に行われてて、しかもそれを美しいと思う自分がいるでしょ。伏線ちょっとなんてピュアなんだろうとか思う自分がいるでしょ。これって宗教感がない証拠なの。そう、生まれ変わりたくないから生まれ変わってるし、だからね、結局ね、宗教最弱国家なんだよ。宗教が最弱っていうことは、生きることを死ぬことの意味を見出せない、哲学を持ってないっていうことだから。まあ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 、面白い国だよね。いいね、ありがとう、相手もありがとう。まあ不思議だよな本当に。豆五郎さん、いいお話ありがとうございます。とんでもないです、相手もありがとうございます。嬉しいですね、そう言っていただけて、ベッキーさん、びっくりした、マジだわ。
もっともっと深いところ、まあ浅いところで言ったらさ、そういうところとかある。八幡水杯さん、日本の場合はさ、神様というよりその下の眷属の稲荷とかにお願いしているっていうイメージがあるね。願掛けとかは、いやそこまで考えてない。だってカランカランつってお賽銭投げてやってるじゃん。っていうかね、そもそも日本人、これはね、宗教好きな人とね話すとねよくわかるんだけど、宗教家と話すとその通りだよって言ってくれるんだけど、日本人が考える八百万の神なの。神って八百万の神とかつくも神とかいろんな神の概念あるんだけど、アミニズムって言って自然崇拝の、だからインディアンとかがやってたものに近いのね。あとギリシャ神話とかに近いの。要は神様が悪いことをするのよ。だから日本人の神様って貧乏神っつって、ただ貧乏にする神様とかいんの。あとね、実を言うと妖怪って呼ばれてるものってあるでしょ、あれも神なんだよ日本人からすると。だから日本人がもともと持ってたアミニズムっていうの、もう世界で滅んだ文化なんだけど、それを唯一持ってる国家なの。要はインディアンとか自然崇拝とかに近いんだけど、その感覚で、一神教の神様を迎え入れてるからおかしくなってんの、そもそも。要はね、都合のいいところばっかりとんの。だから日本にイスラム教が入ってこなかったってなんでか教えてあげようか。よくよく考えたらさ、モスクって一個もないんだよ日本に。イスラム教徒が日本に住んでることはあったとしても、イスラム教の信仰する場所ってないでしょ日本に。なんでか分かんないでしょ。戒律がめちゃくちゃ厳しいから。で、本来仏教もそうだったの、戒律の宗教だったの仏教って。でも戒律を守らないの日本人は。豚は食べる、牛は食べる、生物食べる、お金儲けはする、冠婚葬祭、お守りは売る風俗は行く、キャバクラは行くね。仏教でも何でもない。ギリシャ神話の神々って嫉妬と罵倒と繰り返し、あと近親相姦ね。戒律っていうのはルールね。例えば仏教で言ったら殺生はダメですよ、不邪淫戒、要はみだらな性はダメですよとかさ、まあそうそう、メリークリスマスとか、要はその文化、祭りごとだけ取り入れてんの、都合のいいところだけ取り入れてんの。だから生まれ変わりの思想であったりとか、だから仏教もフィギュアみたいな感覚だったんだと思うよ。仏像超かっけーみたいな、仏教かっこよくねーみたいなノリだったんだよ多分。中国から入って仏像超イケてんじゃんみたいな、俺仏像とかないじゃんみたいな、これ流行るんじゃねーみたいな、超金ピカなんだけどみたいな、これ日本で流行らせようぜみたいな。センさん、神棚パネ、八枚レズハイさん、日本派さ、神になるための道神道が根底だから、その神なんて信じてないんだよ、どうでもよいんだよ。多分神道って神になるための道じゃないよ、エイトマイルズハイさん。宗教改革の時の違うよ、同じだよね。神道は神になるための宗教じゃないよ、それが間違い。まず神道を理解してない。週月ギリさん、偶像崇拝、偶像崇拝だね。日本人はだから文化を取り入れるのは大好きな。だけどそこに付随してるルールとかめんどくさいもの全部拒んでる。あちゃんさん、どうして男女の営みが子供の時から卑しいこととして植え付けられちゃうんだろう。あちゃん、これ素敵な話、超これ深い話なんだけど、これ俺の体験談と宗教を結びつけて、一緒に俺の経験価値観と今まで勉強してきた宗教のすっごい納得するような深い話があるの。エロいよ。俺がじゃあセックスの秘密解いちゃおうかな。セックスの秘密、あのね、どの宗教もみだらな行為って禁止してるけど、セックス自体を禁止してる宗教ってないの。でね、っていうのが不思議だった。なんで
宗教はセックスを戒律で縛っていたんだろうっていう、みだらな性を否定してきたのかっていうね、という点が一点俺の疑問だったこと。で、あとはね、女性の俺がセックスやっぱ極めてるから、いろんな女性をこうオーガズムに導いていった時に、やっぱりその記憶が飛ぶとか失神するとか死ぬかと思ったっていう発言をよく耳にするわけですよ。ね、その時にね、思ったのがなぜなのかっていう、女性って行くってどういう字書くかっていうと、あの世に行くって書くでしょ。で、キリスト教圏内の人とかだとカモンとか言うと、カモンっていうのはあれ、神様が来るって、要は死を迎えに来るって、いろんなその各国の女性がオーガズムに達するときに死を連想する言葉がいっぱいあるんだよ。つまりね、これって本来人間の本能プログラムとして、この人とだったら死んでも一緒に生きていきたいな、この人とだったら死を共有できるよなっていう人とじゃないとセックスって気持ちよくならないようにできてる。だから神様は倫理観とかそういう、なんていうのかな、秩序とかを守るためっていう部分もあるんだけれども、それよりももっと深いところを見てるのよ。だからこれみんな覚えておいた方がいいよ。セックスっていうのは死を共有できる人とする生きるための行為なんだよ。深いでしょ。それが俺のその宗教がなぜ戒律で縛っていたのか、そのなぜルールに組み込まれているのかっていうのと、セックス本来の定義ね、この人とだったら死んでもいいなっていう人とセックスをした方がいいよ。その時に初めてセックスをしたことになると思う。いい話でしょこれ。じゃないと女性は感じないようにできてる。あちゃんさん、あ、納得。なるほど、まめころさん、いいね。いいね、ありがとうございます。ベッキーさん、少なしんとしかせプロスのリガー。でも面白いよね。なんだっけな、世界最古の職業は売春と、なんて言ってたっけな、売春と泥棒だっけな、世界最古の職業、売春となんだったっけな、売春と泥棒じゃなくてなんだったっけ、カーマストラはセックスのバイブルありますね。ありますね、はい、チベット仏教にもありますね。終月ギリさん、私は愛してるから彼氏がセックスうまいと感じるのかも。そうだろうね、R3、人類最古の職業は女性は、あ、売春と傭兵か、ありがとう。さん、体を売りにしてる女性が病むのも自然なことですね。そういうこと、そういうこと。要はね、本能の機能の中にあるんだ。そう、要はね、心の中に全部ねプログラムされてるから面白いんだよ。宗教、要はイエス・キリストが見た世界も仏教が見た世界も俺は一つに感じるの。仏教の仏典読んでても、ブッダ本人が言ってることとキリストが言ってることが似てるんだよね。だから俺は一個の山で例えてるんだけど、ものすごい高い山があると、頂上が悟りだったり神の世界だとするならね、生まれた国とか文化とか時代とかが違うから、登るルートって無限にあるじゃん。西から登るのか東から登るのか東北から登るのか、でどうやって険しい山を登っていくのか平坦な道を登っていくのか、いろんなところに、上の方に行けば行くほど同じこと言うんだよね。みんな言葉は違う、言い方は違う、でもニュアンスは一緒なの。俺はね、キリストとブッダは同じこと言ってるように見れる、見える、聞こえる。うん、俺は同じように聞こえるね。人間は
宇宙だって聞いたことある、うん、同じ。ただね、俺はキリストがもう少し長く生きてたらもっと世界は平和になったと思う。要はね、キリスト教のまずいところはキリストが死ぬの早すぎた。布教活動4年間しかやってないんじゃなかったかな、確か。すっごく短いの、すぐ殺されたから。それもまあ因果だから、仏教の場合だと35だっけな、ブッダが35歳で悟りを開いて80いくつまで生きてるから、要は教義伝えるっていう作業を入念にできたんだよね。3年かキリストは。だからその時間の短さが逆にミステリアスで、そのカリスマ性。ちなみにカリスマって言葉ってあれキリストって意味だからね。もともとカリスマ性のカリスマっていうのはスペル、ローマ字でスペル、ローマ字じゃない、スペル見てみると分かるけど、あれキリストのことを指すんだよ、カリスマっていうのは。本来の意味はね、宗教活動、要はあれか、なんだっけ、洗礼してからか、3年間か、たった3年間の活動がね、2000年語り継がれてんだからすごいよね。おお、チカゴンいらっしゃい。あのね、これがね、日本人のまた面白いところなんだけど、日本の性文化は超発展してるの。あのね、もともと日本って売春は当たり前のものだったの。違法でも何でもなかったの、ずっと。で、男の人と男の人がセックスする出会い喫茶みたいなものもずっとあったし、あれだよ、明治以降だよ、ホモダメですよ、ロリコンダメですよ、伴侶は一人だけですよって。もともと妾はいるでしょ。要は金持ちになったら奥さん何人でも抱えてもいい。だって大奥とかそうじゃん。で、武士ガチホモばっかりでしょ。侍はね、まあ、町民とかも全然江戸っ子とかやってたし、性文化超発展してんの。だからこんだけアダルトサイトがあって、こんだけ AV がある国って他にないよ。 Google で検索できるとか、そう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 、あの花魁ってさ、風俗嬢と勘違いされてるけど、キャバクラに近いシステムだね。むしろ風俗嬢、あの花魁の方が権力を持ってて、あのお客さんがいくらいいよってもセックスする権利を選べたのは花魁だったので、それであの誰とでもセックスしますよって売りにしたのがユナ、要は千と千尋の神隠しの世界ね、うん、多分ね、宗教弱い、てか宗教がいらなかったっていうのが俺の分析だね。日本に宗教は必要なかった。なんでかっていうと、その地政学的な問題で、日本っていう国がまあ食料にあふれてた、水にあふれてた、森があったから農耕しなくてもどんぐり拾ってたら生きていけた、島国だから戦争侵略がほとんどなかった、だって武田信玄の恋人誰だっけ、あ、だって有名武将なんかほとんどあれでしょ、男色って言って、だってみんなが知ってる葉隠れっていう書物、あ、まあ武士道の元になってるのは葉隠れっていう書物なんだけど、男同士のセックスの仕方書いてあるんだよ、フェラチオの仕方とか。だから武士道の中に書いてあるんだよ、武士とは死ぬことと見つけたりと同じ本の中にフェラチオとはっていうすごいでしょ、フェラはこうしないと性病になりますよとか、お尻の穴はきれいにしなさいとか修道とかね、修道ですね。だからガチホモ道があったんですよ、ホモ道ですよ、修道、うん、だから性文化はすごく花開いて、そう、精神的に自由だったんだけど、その自由の使い方が下手になってる。要はね、世間体が、世間、その代わり世間体が超厳しいの、日本って。他の国と違うところ、世間体、いや村八部であったりとか、
要はコミュニティを重視する国民性の、だから同調圧力に弱い。だけど西洋文化が入ってきた時に今自由だ自由だってなってるでしょ。要は個人の自由を尊ぶようになったから、これがやばいのよ。宗教観持ってない、倫理観弱いで、唯一あった世間体がなくなった。やりたい放題、ドラッグ、背筋主義、性の乱れ。だって東京都にある風俗店って何店舗あるって言ったっけな、2500店舗あって、で30歳以下の女性がどれだけいるよ。だからさ、何十人に一人かは風俗で働いた経験があるっていう状態の。だからクラスメイトに一人ぐらいの割合じゃないの。ホモのことを修道と呼び、崇高な、思想行為とされていた信長、家康、武田信玄。うん、その通り、その通り。お金が全てだっていう価値観もその通りだよ。全部つながってる、全部つながってる。なんでボーイズラブは尊いのかっていうと、男ってほら一途でしょ、男って一途でしょ。だから女の人の方が浮気するじゃない、浮気っていうか、まあ心変わりするじゃない。だからあの男同士の愛は永遠だっていう4万人の女性が風俗嬢に従事してる。男尊女卑ではない。